皆様こんにちは、チャッキーです。今回はね、なんとアサヒビールさんから新発売されたこちらなんですけど、アルコール分 0.5% のね、微アルコールのビアリーというね、新しいカテゴリーの缶ビールが発売されました。このビールね、結構特殊な作り方をしてあって、一回普通のビールを作ってから中のアルコール分をね、抜いちゃうという、ちょっとすごい面白い技術ですね。ほんとすごいと思います。完成までね、3年半ぐらいかかったらしいんで、ちょっとどんなもんか早速飲んでみたいと思います。はい、これね、これこちら見えます？ビアリ、こういう普通の缶ビールで、ほんとアルコール分が少ないんで、結構ながら飲みできる感じですね。映画見ながらとか、料理しながらとか、自分の趣味にね、没頭してる時なんかに、まああんまり酔っ払いたくないけど、ちょっとビール感を感じたいっていう方に結構おすすめだそうですし、お酒が弱い方でもアルコール分が少ないんでね、程よくいい感じの状態になれるというのが、まあ歌い文句でした。一応ね、アルコール分は 0.5% 入ってるんで、運転はできません。めちゃめちゃ引っかかります。というとしてはノンアルコールに分類されるんですが、ダメです。ということで、ちょっといただいてみたいと思います。このビアリー、本当にビール感覚でサクッと飲めるんでしょうか。はい、こちらビアリー、じゃあいっちゃいましょう。よいしょ。いや、グラスもね、キンキンに冷やしといたんで、いくぜ。あー、いい感じやん。じゃあ早速いただいてみたいと思います。じゃあこちらのビアリいっちゃいますね。ちょっと噛んで飲んでみようか。あー、なるほどね。うん、まあビールっちゃビールやな。あ、うまい。まあまあ味は美味しいし、まあ確かにビールですが、アルコール分が低いせいですかね、まあ、ビールテイストっていう感じで、まあビールの大好きな私にはちょっと物足りないですが、まあアルコールも若干入ってますしね。ほんと先ほども言いましたがね、なんかしながら飲むには結構いいかもしれないですね。料理作りながらとかね、ちょっと飲みたいなっていう時あるんすよ。はい、そしてちょっとね、当て用意しました。はい、こちらおなすのごま味噌和え、これ先ほどね、作り方の動画撮りましたんでね、この後の動画か前の動画で紹介しておりますんで、ぜひ皆さん作ってみてください。これ超簡単、もうレンジであっという間に作れて、めちゃくちゃうまいんで、ご飯にもおつまみにも最高なんでね。じゃあちょっといただきましょう。うまっ。うん、めちゃくちゃうまいやん、このごま味噌和え。うん、ビアリーとの相性も抜群ですよ、これ。このナスがうますぎて止まらんわ。うん、マジおすすめ。おいしい。うん、ビアリーもなかなか面白いね。これは家でぼーっとしながらガンガン飲めちゃいそうですわ。うまい。ええやん、これ買って帰ろうかな。最高。おナスもうまいし、ビールもうまい。いや、今日は幸せですわ。うん、仕事も終わったし帰るだけ。ということでね、このアサヒビールさんから出たビアルコールのビアリー、これぜひ飲んでみてください。ビールが好きな方もね、ビール飲みたいけどちょっとアルコールが高すぎてっていう方にも、両方楽しめるように作っておられますんでね、いい感じです。飲みやすい。ついでにこのナスのごま味噌あえもね、いっちゃってください。ほんと超簡単、5分ぐらいで作れますんで。うん、最高でしたわ。